はいどうも、ネイチューブのサマーです。アサビナスです。某ハンバーガーチェーンのパティにはミミズが使われているという都市伝説が流行った時期がありました。しかしそもそもですね、某ハンバーガーチェーンは基本的に原材料の生産といった川上統合はしておらず、バイイングパワーを生かした原材料費の低下によって安価なハンバーガーを提供しています。そのため冷静に考えると、外部で牛や豚といった家畜のように量産体制の整っていないミミズを活用することがありえないということがわかります。ただこんなことを言ってしまうと、この動画の視聴者である皆さんはミミズバーガーは食べられないということかと落胆してしまうことが目に見えています。なので今回はそんな皆さんに希望を持ってもらうためにも、ミミズバーガーの作り方を紹介していきたいと思います。はい、まずはミミズを買ってきてください。取るっていう方法もあるんですけど、パティを作る量を考えると、まあ、買ってきた方がいいのかなと思ってます。早速ミミズを取り出していきましょう。これ何回もさ、釣り具店で餌買ってるけどさ、一回も釣り具店で買ってそれを釣りに使ったことないんだよ。え、めっちゃ入ってる。こんなミミズ買ったことないからそんなわからんわ。いや、この大関はでかいけど少ないんだよ。あ、そう。8匹とか。え、ガチすごいかも。そんな興奮する。え、すごいよ、すごいよ。もう段違いだもん、大きさが。ほんとだ。うわ、これお湯だ。はい、取り出して洗ってきました。息がいいですね。で、このままだと中に土があるんで、土抜きをしていきます。このミミズの、ここ、色変わってるところから、こっちが頭だから、こっちに糞が詰まってるの。だから、ここを、こうやって、手で。おぉ、すっごい。じゃあやっていくか。ここ。はい、ミミズを締めました。こいつら冷凍しても、解凍すると動き出すんで、熱湯をかけて締めてください。形が残ってる方がミミズの食感を楽しめる気がするんだよな。すごい。おい。小麦粉を入れます。そしたら、こねていきます。じゃあ、こいつを、丸い形にしたい。何作ったの？時間。肉じゃね？ね、動けた。俺待ってた。やめろお前。もうハンバーガー店って出してもわかんない。いけるね。ね、見て。したら一回揚げときます。はい、そしたら次はバンズを用意してください。コンビニで買ってきたんですけど、まず必要なバンズをね。まあ、タルタルはおまけってことで、いただきます。もしかしたら今日これが一番うまいかも。うまっ。うまいの。はい、ということでご視聴ありがとうございました。はい、じゃあハンバーガー作っていきましょう。まず、トマトを乗せて、レタス的な、グリーンリーフかな、うん。いいね。で、パティ。と、タルタル付きの、バンズ。おまけついてる。いや、これハンバーガーだろ。これやばい。やばいな、これ。はい、完成しました。ミミズバーガーです。イエーイ。いや、まじ見た目は完璧だけどね。いや、一時はどうなるかと思ったけど、ここまで完成度高いとは。水茹でた後はマジで温泉。温泉の匂いやばかった。スーパー銭湯みたいな匂いしたけど。いただきます。じゃあ俺はまあミミズ食べたことあるから、先食べていいよ。すいません。皆さんお先にミミズ童貞を卒業させていただきます。がっつりって。あ。ね、苦い。タルタルでいい感じになってる。あ、なるほど。タルタルが助けてくれてるけど。苦いし、まあ、シャリシャリするのは当然だけど、あ、これはバレるわ。これは多分クレーム入るわ。ダクのハンバーガーミミズ使ってますよね。絶対バレると思う。まあでも、食える。あ、食える。うん。食感はいい。食感はいいの。あ、結構苦いね。苦いよね。
このタルタルついてないとこ食べてみます。いただきます。苦い。しかも焦げてるとかじゃないでしょ。ジャリジャリする。うん。クソ苦い。真顔で言うよ。なんか毒系の苦さではない気がする。焦げっぽいね。コーヒーとかに近い、その系統としては風味というか。うん。これ最後半分で。うん。全部食べちゃっていい。あ、開ける。何この残し方。上のバンズかけらなんだけど。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いやー、まあ美味しかったー。美味しく、美味しく食べれたな。あ、まじで100点だよ。まあギリね。ギリギリ。今回ね、このミミズバーガー、味は置いといて、見た目は完全にハンバーガーできるんで、うんうん、もしやってみたいと思ってる視聴者の方々、ぜひこれを見てね、真似してやってもらえると、まあ、僕らも、やってよかったなと思えるんで、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。ではまた次の動画で。さよなら。